キンプリ、ホンダ、今日、誰かを、嬉しくできた ?CM コピーにファン関類。5人の最終日のトレンド入り、彼らにぴったりだったね。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日で平野市要26、神宮寺ゆ太25、岸優太27、 が脱退し、23日から長瀬連24、と高橋海人、24、の二人体制に移行した k n g p i ス5人の金プリの最終日の夜、メンバーがメッセンジャーを務めた大手自動車メーカー、ホンダ技研工業、ホンダ、の広告プロジェクト、ホ N ・ D ・ A ・ハート、が投稿したツイートに、ティアラ、金プリファンの愛称、 立ちからは溢れんばかりの感謝の声が寄せられている。ホンダは人々と共に夢を求め、夢を実現していくという意思を込めた、The Power of Dreams 夢の力というスローガンを掲げている。そんなホンダが2021年11月から始めたプロジェクトが、h o N ・ D ・ A ・ハートだ。 このプロジェクトでは5人のキンプリと共に夢を原動力に人の役に立ちたいお客様を喜ばせたいという思いを伝えるためコンテンツを数多く提供してきたエンタメシライターが本 NDA ハートの取り組みを振り返るメンバー全員が開発現場を訪れ本田の担当者たちと語り合う そうすることで、ホンダの思いや企業性に触れてきました。アイドルを広告党として起用することはよくある取り組みです。しかし、踏み込んだ体験取材という形でメンバーを参加させ、従業員から知識や情熱を学ぶ取り組みは斬新で、本人たちも感銘を受けていた。実際、YouTube をー公開された、本 NDA ハート夢は続く。 からスペシャルインタビューからではメンバーそれぞれが本題の思いを振り返りました。例えば長瀬廉さんは自分が知らないところで誰かのためになっているという考え方に注目し、それはアイドルと一緒だと共通点を見出していた。平野さんも人が好きという気持ちを原動力にする考え方に共感するなど、 関連動画ではアイドルの姿とはまた別の表情を見せてくれていて、ファンも感動しきりでした。四角本な私たちの大切な仲間である5人、そんな本 NDA ハートとキンプリの絆は深い。昨年11月4日、平野、神宮寺、騎士が脱退し、キンプリは長瀬と高橋の2人で活動を継続することが明るみに出る。 プロジェクトの継続や金プリ起用が危ぶまれる声もあったが、ホンダはその後も金プリを起用し続けてきた。前での縁試しライターが続ける。本 NDA ハート一周年と脱退発表のタイミングが重なってしまったん。プロジェクトや CM から下ろされるのではないかという心配の声もありましたが、ホンダは金プリを継続して起用し続けた。そればかりか。 ONDA ハートの公式ツイッターは11月9日の1周年の投稿で私たちの大切な仲間である5人と共にお届けしますという言葉と共に新規動画コンテンツを公開12月には新 CM も発表されましたその懐の深い対応にファンからは救われたという感謝の声が殺到しましたその後も 本 NDA ハート公式ツイッターは金プリ愛を見せ続けた。例えば第4弾の動画安全編を投稿する時間はメンバーの誕生日に合わせられていました。岸さんが9時29分、神宮寺さんが10時30分、長瀬さん1時23分、平野さん1時29分、高橋さん4時3分といった具合です。 三人が脱退となる5月22日までの数日間は、その道のりは果てしない。それでもやる、頭と、心と、手を動かして。といったように、金プリ及びファンを勇気づけるようなメッセージを伝統していました、全能。四角五人の金プリ最後の日、削除前の投稿内容、そして22日には、ザ・パワー・オブ・ドリームズ。 とツイート資本 NDA ハートがツイッタートレンド入り。ツイートにはアクセスが集中したほか、キャッチコピー、今日、誰かを、嬉しくできたに対するアンサーも続出した。今日誰かを嬉しくできた彼らにぴったりだった、ね。いつもファンや周りの方の幸せを願う TNG&Ps と,ととてもリンクする言葉でした。 さらに公式ツイッターは、この日のために作った動画も公開。本 NDA Heart のハッシュタグがついた関連ツイートの総数が3147万2819件に達したという報告とともに、本 NDA Heart に寄せられた感想や思いのツイートが多数紹介された。日付が変わる1時間前に、5人が関係する映像や投稿は、 本 NDA ハートの SNS からすべて削除されたが、公式ツイッターは、夢の力を信じてくださっているすべての方が本 NDA の大切な仲間です。これからも本 NDA ハートは夢を力に進んでいきます。今日も、明日も、明後日も。と、再び大切な仲間という言葉を使用したメッセージを投稿したのだ。 名前こそ出しては得ませんが大切な仲間に脱退組の平野さん騎士さん神宮寺さんを含めた金プリとそのファンもすべて含めたメッセージであることは明らか。メッセージに添えられた動画は一本堂をまっすぐに疾走するようなカメラ目線のもので前に進む力強さを感じさせます。その動画は金プリを離れた3人と残る長瀬さん、高橋さんへのメッセージにも感じられます。 前へ進もうと言う。そして、それはティアラたちへも、ですよね。ホンダのどこまでもファンファーストの姿勢に胸を打たれた人はとても多かったようです。前でのエンタメシライター、ホ本 NDA ハートに対し、ティアラたちからは、5人と共に最後までいてくれたこと忘れない、といった感謝の言葉が今も投稿され続けている。 近く、涙が止まりません。最後まで、5人、ティアラ、と、歩んだ本 NDA から一本堂前を向いて走るメッセージ動画多くのティアラを勇気づけたメッセージ動画。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録。